こんにちは、竹です。竹の人朝礼です。仕事の実践力や軸スキルアップのための人朝礼です。今日は2015年の、12月の3日ですね、12月の4日になりますね。今日の新聞でもうスターウォーズめちゃくちゃ人気ですね。デカデカとこうスターウォーズ載ってるんですけど、まあ何かというとこうスターウォーズのねサントラが出るっていうだけでこんだけ書いてるんですよ。それがねサントラがすごいのが発売日2週間前に、初めてリリース情報が解禁されたんですよ。それほどなんかほんでサントラ世界同時発売ってこれ結構なんか今まで異例ずくめらしいんですね。ここに書いてるんですか。要はもう始まったその要は18日始まるじゃないですか。始まってすぐにもうサントラが出るらしいんですよ。すごいなと思ってね。これまあ内容とか全く明かされてないらしいんで、スターウォーズ人気、何でもスターウォーズ。ほんでこっちもなんかこれ書いてるんですけど、純金を使って1億円のカレンダーをのスターウォーズのカレンダーを使ってるらしいんですよ。どんだけやねんって話でしょ。まあ僕もでも前のねスターウォーズエピソード1、1、2、3はここまで盛り上がってなかったっすよね。まあ多分あれでしょうね、ほんまやったら6部作か6部作までねジョージ・ルーカスがやらないって言うとったんで、だから余計にまさかねまた始まるっていうのはなかったから、余計にまあ僕らみたいなファンはちょっと盛り上がってるんでしょうね。だから逆にね僕怖いのがね、期待しすぎてがっくりけえへんかなっていうのが、ディズニーが世界観を壊してないかなっていうのがちょっと心配なんですけど、まあ予告を見る限りは大丈夫なんですけど、でもあんまりね僕ちょっと期待しすぎなんでがっくりきそうな感じがするんですけどね大丈夫ですかね。人間ってその期待値がすごい高かったら、本当は結構いい作品とここじゃここやとするじゃないですか。いい作品はここやとしても期待値がぐわ高すぎて、いい作品やのに期待値が高い分そのギャップがあるんでがっくりきそうな感じするんで、ちょっと怖いんですけどね。まあでもね、ほんまもう来週ぐらいか、来週っすよね。18日やから、あまだ2週間か、2週間あるかもあれですもんね。まあでもめちゃくちゃワクワクしてますけどね。結構僕の中では今年のワクワクの中ではワクワク、なんか例えば新しいのが出るワクワク感ではナンバーワンかな。もう1月ぐらいワクワクしましたからねなんか2位はメタルギアかな、メタルギアソリッドかな。もう早く来えへんかなって待ち遠しいですね そしたら以上です。そしたら昨日はブログを作る、リストの改善ですね。リストの改善とブログを作る、動画の準備、動画を作る、マーケティング戦略の実践と改善ができましたね。今日はリストの改善と動画の準備、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、出店戦略を考えたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。